イオン系列ともあって、酒以外の商品も充実した、酒の山屋で、販売されているコーヒー豆を買ってきました。三本コーヒーという、量販メインながら、消費者小売にも近頃は注力している会社の商品です。購買理由は、棚一面に並んで目立っていたのと、オレンジ色が、値段が高いのに関わらず、特に差別化もアピールもなく一緒に並んでいたのが気になったからです。そっけない感じ、コスパ優先の匂いもしますが、どうでしょうか。先に時短視聴様向けに、うまく抽出できた時の味を、お伝えします。キリマンジャロブレンド、790円、500g、主張の少ない苦味と酸味で、口当たりが柔らかく飲みやすいです。ビターチョコレートみたいな味がしました。スペシャルブレンド、790円 500g、炭焼きシューガーリ、苦味が強いですが、フラットで癖がないです。アイスコーヒー感があります。モカブレンド、790円、500g、炭焼きシューガーリ、苦味が強いですが、キレがよくスッキリしています。焼き甘栗の味がしました。スパイシーさはなく渋みが出やすく、味が安定しません。コロンビア 100%、990円、500g、これだけ値段が高いです。植物的な香りと口当たりの良いフルーツ的な甘酸っぱさと柔らかい味。オイリーさと奥の方に渋みを感じました。豆の状態は中入りよりやや深い外観です。キリマンジャロブレンドは小ぶりな豆が揃い、割れかけなし。スペシャルブレンドとモカブレンドは焦げと割れかけが多い気がします。コロンビア 100% は虫食いも見られますが揃った大粒で、やや浅入りでした。しばらく安置していたら豆から出るガスで膨らんでいました。焙煎豆の風味を保つバルブシステムが仕事しているようです。バルブシステムを調べてみます。しっかりした作りで3つの部品で構成されています。透明シートがフリーバルブとなって空気の流れを制御しているようです。形状が異なるバルブも混在していました。製造工場かロット違いなのでしょうか、同じ商品でもバルブが異なるものがありました。見えないところなのに素材も加工も凝っています。3つの点を見ると顔に見えるやつです。普段ドリップで使うミルはみんな大好き。ダイソーミルを軽量化して誘導を粗く改造したものです。興味がある方は別動画ですがご覧いただけると投稿者が喜びます。今回はドリップではなく豆のテストの様子です。カッピングの正確な方法ではないですが、初めての豆に合う飲み方がすぐわかるような濃化方法を手探りですがやってみました。 10g 極細に引いた豆を 150cc 90度のお湯で5分間浸水させて味を確認します。豆や微粉は邪魔なので飲む直前に茶こしで除去しました。左から、キリマンジャロブレンドは渋みえぐみはなくてわずかな酸味。下にザラザラする厚みのある、何かよくわからない味がする。苦い、香り色はよくわからない。スペシャルブレンドは極細なのに苦味に変化はなくスッキリしている。雑味の中にドロっぽいボディのある甘味をわずかに感じた。香り色はよくわからない。モカブレンドは甘さの次に酸味が来て苦い。冷めると渋みが強くなった。わずかに開封時の樹皮のようなツンとした香り。色はよくわからない。コロンビア 100% はえぐみがなく口当たりが柔らかくてフルーツ的な酸味がする。とても苦い。香り色はよくわからない。豆の誘導が細すぎて苦くなりすぎたのと油温が中途半端なのが今回の反省点です。茶こしのアイデアは飲みやすくなって良かったです。これは失敗談ですが、ミルが連続使用で熱くなった時のモカブレンドの味が異常でした。先ほどのレビューではミルを冷まして作り直してますが、コーヒーが渋いだけでなく樹皮というかドクターペッパー的な薬品の味がして、冷めるほどに悪化するというクッソまずい何かに変化したのです。ミルの加熱はコーヒーがまずくなる原因と言われますが、普通のドリップでもこの味がすることがありました。その時にコロンビアブレンドを新たに作って比較したところ、こっちも同じ味がしたので一瞬豆の劣化ではなく味覚異常を疑って焦りましたが、冷静になって湯のスピードを速く、蒸らしと第一等までをさっと勢いよく入れるように変えたら解決して、その変化に驚きました。この味は開封時の袋の中の草のような匂いに似たものもあり、豆の中のネガティブ成分がミルの温度や蒸らし工程で出現するのかもしれないと思いました。いかがでしたか？酒屋のコーヒー豆なんて気の抜けたどれも似た味だと思っていましたが、意外と美味しくて毎日飲めるコーヒーだと思いました。個人的な感想では、ドリップを初めてやる人でも失敗しにくそうな青いスペシャルブレンド。深い味わいが自分好みな緑のキリマンジャロブレンド。美味しいのに味がブレやすくドリップの練習になる赤いモカブレンド。高く見えるけど、コスパに優れて焙煎日が新しければこれを選びたい。オレンジのコロンビア 100% という評価をホットサンド作りを背景にお届けしました。値段なりでもあり、値段以上でもある三本コーヒーの豆たちでした。最後までご視聴ありがとうございました。